はい、前回に引き続き3本目はというか3本目だから前回何本目だったかな、あまあとりあえず今回も、セクシーボイジロ君です。はい、環境省から落っこちましたね。入学から落っこちましたね。名前がなくなりましたね。はい、でその彼ですが、未だに環境がどうと気候変動がどうこうっていうのを引きずってるそうです。入学したのがよほど嬉しかったのかな。まあいいけど、いやまあ自分がさ、あなたがさ、あの別に環境に詳しいわけじゃないんだからさ、ろくでもない発言しない方がいいと思うんだよ。はい。ね、あの環境変動のためにちゃんと方策を示さなきゃダメな的なことを言ってたんだけど、ね、あんたね、あんたの施策の方、施策の方がね、よっぽど適当だったと思うよ。明らかにこう過剰にコロコロされて、こう何、こう既得権益作りに走ってた政策ばっかだったじゃないか。ね。今となって朝は確かに私だってもうトイレットパックもいただくようになったけどさ、あったんだから未だにさ、あのゴミ袋を普通にゴミ袋が必要な時はさ、ちゃんとビニール袋を持って帰るよ。どのさスーパーってさ揃えるには揃えてるじゃん。ネットストックはネットストック言うたらさ、まあなんだその有料になった時にさ、気づいたら小泉になってから有料になったものってビニール袋とスプーン、フォークと、ストローかぐらいかな。実は紙の方が金かかってましたって、こっちの方がねよほどバカらしいと思うあれなんだけどさ、でも知ってね、あのビニール袋はダメでさ紙袋はいいんだって。明らかにあの紙袋の方が環境に影響でかいんですけどみたいなと思うんだけどね、どうなんだろうね。はい、まあ、とりあえずさ小泉くん、あの自分がもうさ足を洗わされたんだからさ、そこに発言をさ引き続きやるのはどうかと思うよ。君の信念そこだったの？君はもう環境に生きていくの？じゃあ活動家になるんだね。環境活動家兼政治家になるんだね。それじゃあ、 あの新たな名刺を作るときには環境全環境大あ今は言うか全環境大臣兼二酸化炭素排出反対活動家小泉進次郎って書かなきゃいけないね。となるといいなと思います。まあ笑ってやろうかなとは思いますけどね、正直言って。はい、でもね、せめてさこう入閣してその担当になってる時だけの発言にしてほしかったなっていうのが本当に切に思うところだね。このままこう次の衆院選行って、また次の内閣になって、その後も永遠に環境小泉君が言い続けてるようだと、いい加減頭の中を頭だけの中の鼻の咲き具合を疑う所存であります。はい、もともと疑っていたけどさ、さらにこう何てっきりさ環境省になったからあの発言っぷりなのかなって思ってたんだけど、それがそんなことじゃないっぽい感じになってきたんでね、てっきりあの官僚にコロコロされてるだけかなと思ったら、どうやらコロコロされた結果洗脳も食らったようでダメだなっていう風なのが最近の印象。はいはい、皆さんは、最初セクシー、今ポイジロー君を、今後どうなってほしいと思いますか？皆さんもそのポイジロー君の今後の発言と今後の活躍にぜひとも期待していただければと思う所存であります。ありがとうございます。